そう、毎日キャンプ生活のぶです。今緊急に車で出てきたんですけど、この毎日キャンプ生活の企画を、支えてくださってるクラシーの編集部の方から、ちょっと予算の都合で今日中であればキャンプギア何でも買い放題ですって言われたんですよ。で、うわやったーと思ったんですけど、実は僕用事があって、今日昼からすげー大事な用事があるんですよ。なので残された時間が1時間半ぐらいしかない。なので今から、ワークマンに行って、ゼビオのキャンプ用品コーナー行って、もう買えるだけ買ってこようと思います。それでは行ってきます。よいしょ。よっしゃ、ワークマン着きました。今10時40分、もう実質あと1時間しかないみたいなもんだな。よし、行くぞ。これでもかっていうぐらいもうカゴに入れたつもりなのに、ワークマン安すぎて全然金額いかなかった。びっくりした。1時25分。よし、あと35分ある。十分買い物できそうです。いきます。こちら後日なんですけど、買ったもの並べてみました。その日撮影したデータがカメラの向きが悪くてですね、全然映ってなかったので、ちょっと今撮影してます。で、この後タープとかの大物系は、クラシーの編集部さんの方からまた来るんで、まだ荷物増えるんですけど、今日買ったもの、意外とこれぐらいしかありませんでした。ワークマンの真空保冷ホルダーとか、メッシュトレイとか、手袋、テーブル、登山用に作られたバッグ、あとはアマゾンで買ったジムニー用のアイテムですね。で、なんでこれぐらいしか買わなかったのかってことなんですけど、まあ、ワークマンのはいろいろ買ったつもりなんですが、その後のゼビオでいろいろキャンプギアを見てて、確かに魅力的なものいっぱいあったんですよ。なんですけど、こんなに買って使うんだろうかって思ってしまって、ちょっとためらってしまったんですね。今持ってるもので結構キャンプは楽しめてるし、そのダイソーのランタンだったりとかでも十分に光はあるなと思って、まあこれぐらいは買ったし、今はいいかと思っちゃった感じです。いるのかな、いるのかな、本当にってなりましたね。まあでも焦って増やすこともないんで、今回増やしたものまた一つ一つ使ってはキャンプを楽しんでいこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。